8時になりました。明日7月21日金曜日に向けた株式投資についてお伝えいたします。まずは概況。月後に発表された有望 IR、 注目の決算、その他の IR、 昨日発表された IR の値上がり率ランキング、本日のストップ高ストップ安、本日の値上がり率値下がり率ランキング、新規上場スケジュール、決算スケジュール、配当関連情報、明日のデイトレ候補、半導体ウォッチ、商社株ウォッチ、生成 AI ウォッチ、トピック、最後に去年の今の順でお伝えいたします。まずは概況です。ダウ、ナスダックは上げ、日経は下げという展開になりました。ダウは109ドルの上げ、プラス 0.31%、ナスダックは4ドルの上げ、プラス 0.03%、日経は405円の下げ、マイナス 1.23%、1ドルは 139.42 円、続き139円台で推移しております。午後2時時点での東証プライムは値上がりが582銘柄、値下がりが1173銘柄、変わらずが80銘柄、約3分の2の銘柄が下がった状況です。アメリカの方は決算シーズンが好調なスタートを切り、続く決算への期待で買われております。ダウは8連騰し、2021年3月以来の最長となり、1年3ヶ月ぶりに3万5000ドル台を回復しています。日本の方はアメリカのテスラ、ソックス指数、ハイテク株が下げた流れを受けて、指数寄与度の高い半導体株を中心に下落しております。アメリカ国債10年ものの利回りは引き続き 3.7% 台で推移しています。ドル円の方も引き続き139円台で推移している状況です。業種別株価指数の方は、上げ下げまちまちな状況となりました。工業の大幅な上げが目立ちます。一方、精密機器の大幅な下げも目立っております。海運が好調で6連騰の状況になっています。売買高ランキングの方はほぼ全面安の状況となりました。レーザーテックの売買代金は6日連続で2000億円台を突破しています。本日、半導体はソックス指数の下落を受け、すべて下がっている状況です。銀行株も本日は下げとなりました。川崎汽船は引き続き低 PBR 高配当の物色で買われております。ディスコが半導体株の下げと決算前のリスク回避で大きく売られました。本日のヒートマップの方は全面真緑の下げ相場の状態です。耐久財や、耐久消費財や非エネルギー系、こういったセクターで少し上げが見られる程度です。経済スケジュールの方は今夜のフィラデルフィア電銀景況指数、そして中古住宅販売件数、この2つが注目ポイントです。次に引け後に発表された有望 IR です。まずニデック。ニデックは精密小型モーターで大手の企業です。4月から6月期第1クォーターの最終利益は 55% 増益という発表がなされました。24年3月期第1クォーターの連結最終利益は前年同期比 55.0% 増の640億円に拡大し、4月から9月期上期計画の740億円に対する進捗率は 86.5% に達し、5年平均の 39.7% も上回った。第1クォーターの売上営業利益率は前年同期の 8.3% から 10.6% に改善した。こういった内容です。今回の要因としては、グローバル自動
グローバルでの自動車生産台数の回復、そして産業、インフラ系需要の好調、あとは為替の影響、前年同期比で約233億円の増収とのことです。本日の株価は7784円。出来高は240万株です。この240万株の 1.5 倍くらいですが、360万株の信用概算がある状況です。1年の株価の動きは3月16日に6145円ですので、ここら辺の位置です。そして6月19日に8084円が最高値ですので、ここが最高値です。このように何度も8000円で跳ね返されている状態での今回の IR です。信用買いが多いという点はご注意ください。こちらがテクニカルの方ですが、パラボリックは、上げて点灯、MACD はゴールデンクロスを形成しそうな状況です。RSI は明確なシグナルは見られません。ボリンジャーバンドはバンド幅を縮小し、中心線付近で推移している状況です。今回の決算で年初来高値8084円を超えてくると面白そうな感じがするチャートです。次に創生グループ。創生グループは創薬ベンチャーの会社です。イドルシア社の日本及び APEC における医薬事業を買収という発表がなされました。こちらが発表資料なのですが、非常に読みにくいので、要点だけ書き出すと、この会社を買い取ったことにより、脳血管、収縮発生抑制剤として、日本で発売中のビブラッツ、これは2022年の売上高が75億円、さらに2023年は、76% 増を見込む。そしてもう一つ、ザリドレキサント、こちらは不眠症を適用症とした薬ですけれども、日本で2023年下期に、承認申請を予定しているということで、欧米ではすでに販売済みの薬である。この2つを引き継ぐということです。本日の株価は1416円。出来高は240万株です。この240万株の2倍以上ですが、600万株の信用概算がある状況です。1年の株価の動きは7月13日に1371円ですので、ここが最安値です。そして5月31日に3185円ですので、ここが最高値です。このように急落しておりますが、これはファイザーの新薬開発中止での急落です。信用買いが多いという点はご注意ください。次にアルインコです。アルインコは建設用仮設材の販売・レンタルを行う会社です。上期計上を 50% 上方修正という発表がなされました。24年3月期第1クォーターの連結計上利益は前年同期比 19.7% 増の 12.2 億円に伸びた。合わせて4月から9月期上期の同利益を従来予想の12億円から18億円に 50.0% 上方修正し、減益率が40.8% 減から 11.2% 減に縮小する見通しとなった。なお、通期の同利益を従来予想の27億円を据え置いた。第1クォーターの売上営業利益率は前年同期の 3.3% から 5.4% に改善した。こういった内容です。今回の要因としては、建設投資見通しは堅調に推移している一方、仮設機材の購入を検討している顧客がレンタルに切り替え、レンタル事業が堅調に推移したということになっております。
本日の株価は1008円。出来高は20万株です。この20万株の3分の1くらいですが、7万2000株の信用概算がある状況です。1年の株価の動きは5月31日に957円ですので、ここが最安値です。そして2月3日に1115円ですので、ここら辺の位置です。直近は2ヶ月以上横横での今回の IR です。この本日の出来高を伴った下げでできたしこり、こちらについてはご注意ください。次に、元気ドラッグストアです。元気ドラッグは福井を中心にドラッグストアを展開する企業です。前期計上を 15% 上方修正、2期ぶり最高益更新という発表がなされました。23年6月期の連結計上利益を従来予想の 61.5 億円から 70.8 億円に 15.1% 上方修正し、増益率が 1.0% 増から 16.3% 増に拡大し、2期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。今回の要因としては、既存店の売上高が想定以上に伸長したということ、そして食品の鮮度管理工場で廃棄ロスが抑制できたということ、そして販売費及び一般管理費が抑制できたということになっています。本日の株価は4225円、出来高は2万3000株です。この2万3000株の 1.5 倍くらいですが、3万2000株の信用概算がある状況です。1年の株価の動きは1月5日に3510円ですので、ここら辺の位置です。そして6月22日に4500円ですので、ここが最高値です。直近はあまり明確なトレンドがない状況での今回の IR です。貸借倍率 0.77 倍で空売りが多い状態になっておりますので、空売りの買い戻しでの上げも期待できるかもしれません。次にジャパンインベスティメントアドバイザーです。航空機のオペレーティングリースを行う会社です。上期計上を 4.8 倍上方修正、通期も増額という発表がなされました。23年12月期第2クォーターの連結計上利益を従来予想の 5.4 億円から26億円に 4.8 倍上方修正し、減益率が 91.9% 減から 61.2% 減に縮小する見通しとなった。上期業績の好調に伴い、通期の連結計上利益も従来予想の 22.6 億円から34億円に 50.4% 上方修正し、減益率が 61.7% 減から 42.3% 減に縮小する見通しとなった。今回の要因としては、オペレーティングリース事業が投資家の需要が底堅いこと、そして日本型オペレーティングリース商品市場における品薄感があったということ。そして商品性が顧客ニーズにマッチしたこと。これらによって、期初予想以上に好調に推移した。そしてもう一つは、リース付き航空機トレーディングも好調に推移した。こういったことが理由になっております。本日の株価は1181円。出来高は5万株です。この5万株の4倍くらいですが、21万株の信用概算がある状況です。1年の株価の動きは3月20日に1007円ですので、ここら辺の位置です。そして1月26日に1202円ですので、ここら辺の位置です。このように1180円付近で何度も跳ね返されている状態での今回の IR です。信用買いが多いという点はご注意ください。次に、
シンクです。シンクはデジタルマーケティングツールの開発、販売を行う会社です。キーワードマップでのチャット GPT を活用した AI 見出し案、自動生成機能を提供開始という発表がなされました。こちらがホームページから持ってきたものです。当社は当社の提供するデジタルマーケティングの調査、分析、運用ツール、キーワードマップに ChatGPT、GPT-4 を活用し、テーマを入力すると AI が自動で記事の構成案を提案する AI 見出し案自動生成機能を実装し、提供を開始いたします。こういった内容です。本日の株価は681円。出来高は8500株です。この8500株よりもかなり多い数ですが、13万株の信用概算がある状況です。1年の株価の動きは7月19日に678円ですので、ここが最安値です。そして1月23日に1125円ですので、かなり高い位置です。ここら辺の位置です。このように25日線に頭を抑えられた下げトレンドでの今回の IR です。板薄で信用買いが多いという点はご注意ください。次に注目の決算です。本日、ディスコが決算発表しております。こちらがその発表された内容です。ディスコは半導体、電子部材、部品の検索、切断、研磨装置で世界トップの企業です。機械児だった上期計上は 29% 減益、未定だった上期配当は67円実質減配という発表になっております。24年3月期、第1クォーターの連結計上利益は前年同期比 20.2% 減の181億円に減った。合わせて非開示だった4月から9月期、上期の業績予想は連結計上利益が前年同期比 29.3% 減の407億円に減る見通しを示した。業績悪化に伴い、従来未定としていた今期の上期配当を67円実施するとし、23年3月期に実施した1株、3株の株式分割を考慮すると、実質 28.7% 減配となる。下期配当は引き続き未定とした。第1クォーターの売上営業利益率は前年同期の 36.1% から31.5% に低下した。今回の要因としては、精密加工装置の出荷はパワー半導体向けを中心に底堅く推移し、減少傾向が続いていた消耗品、こちらは精密加工ツールですが、の出荷は増加に転じ、底打ちの兆しが見られた。しかしながら、人件費や研究開発費を中心に、販管費が増加した。こういった記述になっています。本日の株価は 23,105 円。出来高は110万株です。この110万株の5分の1くらいですが、27万株の信用概算がある状況です。1年の株価の動きは4月6日に13,800円ですので、ここが最安値です。そして、4月5日に 24,420円が最高値ですので、ここが最高値です。このように25日線をサポートラインとした上げトレンドで推移しておりました。こちらがテクニカルの方ですが、一目均衡は雲が上昇中の状況です。パラボリックは下げで点灯。MACD は下げトレンド、RSI は明確なシグナルは 見られない状況です。ボリンジャーバンドは明確なシグナルがは見られない状況になっております。今回の決算で一時的には下げそうな感じがするチャートです。その他の IR です。
本日 IR15 件出ております。上7件が今お話した内容です。この他にエイトレットが微増益、OB システムが 6% の減益で10円の増配、プロルートマルコが、黒字浮上、エリアクエストが60万株、3.26% の自社株買い、寺岡製作所が第一クォーター連結決算において、為替差益2億5600万円を営業外収益に計上見込みであるということ。買取王国は堺引越センターと業務提携。SFP ホールディングスは330万株、12.8% の自社株買いを発表しておりますが、ただし1株につき、1980円にディスカウントしての公開買い付けです。本日の株価は2257円です。以上が発表されております。次に昨日発表された IR の値上がり率ランキングです。値上がり率第1位はクロスプラスでした。情報修正と増配を発表したことにより、前日比 18.3% の株価上昇。本日、よりからストップ高でしたので、より引けの差はありません。第2位はラストワンマイル。インターネットサービスのキャリアを子会社化するとの発表により、前日比 6.3% の株価上昇。本日、よりで買って引けで売ると 0.8% の利益となっておりました。第3位はコスモバイオ。スイスのインスフェロ社との、販売代理店契約を締結したことにより、前日比 1.2% の株価上昇。本日、よりで買って引けで売ると、マイナス 4.1% の損失となっておりました。4位以下ご覧の結果となっております。次に本日のストップ高とストップ安です。本日ストップ高6件出ております。クロスプラス、ネオマーケティングは2日連続、クオリプス、ジーデップアドバンス、明宝ホールディングスは2日連続、そしてスマサポ。このうちクロスプラスは情報修正と増配です。ネオマーケティングはリサーチ業務にチャット GPT などの活用を発表したことによるものです。クオリプスは九州大学の心筋細胞シート移植手術の報道で関連銘柄としての物色買いです。スマサポはアパグループが入居者アプリを導入したとの発表によることです。本日ストップ安はありませんでした。次に本日の値上がり率、値下がり率ランキング。値上がり率第1位はネオマーケティングでした。前日比 25.7% の株価上昇。第2位は明宝ホールディングス。前日比 23.6% の株価上昇。第3位はスマサポ。前日比 22.3% の株価上昇。値下がりの方は第1位が積通、前日比マイナス 9.0% の株価下落。第2位が CUC、前日比マイナス 8.5% の株価下落。第3位が日本資機材工業研究所、前日比マイナス 7.9% の株価下落でした。次に新規上場スケジュールです。だいぶ7月の上場も進んでまいりました。8月は1件予定されております。ナレルグループは明日上場です。そしてトライトが来週の上場。フラーも来週です。そしてエコナビスタも来週。テクニスコも来週です。ウォルテックも来週です。ジェンダも来週上場。そしてラボロ AI は、抽選申し込み、受付終了しています。そして JRC。
発値予想など詳細はこちらの動画をご参照ください。次に決算スケジュールです。明日は4件予定されております。すべて引け後の発表で、アジュバンホールディングス、BR31 アイスクリーム、東京製鉄、岩井コスモホールディングス。岩井コスモホールディングスは本日年初来高値をつけてきております。アジュバンホールディングスは貸借倍率 0.98 倍の状態です。2週間分のスケジュールについてはこちらの動画をご参照ください。次に配当関連情報です。7月の高配当ラン、銘柄ランキング、このようになっております。7月の権利付き最終日は7月27日木曜日です。7月も損益を検証してまいります。詳細についてはこちらの動画をご参照ください。次に明日のデイトレ候補10選です。明日、場中で大きな値動きをしそうな銘柄としては、プラネット、クリエイトレストランツホールディングス、クラウディアホールディングス、クオリプス、アイデミー、リョービ、ジーデップアドバンス、アドテックプラズマテクノロジー、明宝ホールディングス、ダブル東京。このあたりが明日のデイトレに向いてくるのではないかと思われます。次に半導体ウォッチです。半導体の方、こちらが本日の、値上がり率ですが、本日はアメリカのハイテク株下落を受けて、揃って大幅な下げとなりました。こちらの方が株価の推移ですが、本日は全体的に下がっております。次に生成 AI ウォッチです。昨日に引き続き、ネオマーケティングが 25.7% の大幅な上げで2日連続でのストップ高となっております。15位まで、そして30位まで、そして45位まで、59位まで。5月12日からの値上がり率ですが、T&S が引き続き1位ですけれども、ネオマーケティングがすごい勢いで2位に入ってまいりました。詳細はこれらの動画をご参照ください。次に商社株ウォッチです。本日は小幅に上げ下げまちまちな状況となりました。商社株についてはこちらの動画をご参照ください。次にトピックです。本日はテスラの決算と日産の動向についてお話しいたします。こちら、少し長めですが、ブルームバーグから出された、今朝の記事です。テスラ、4月から6月期の決算、EV 業界トップクラスの収益低下、値下げ響く。EV メーカー、テスラの4月から6月期第2クォーターの決算では収益性が低下した。予算に敏感な消費者の需要喚起でここ数ヶ月に進めてきた値下げが影を落とした。4月から6月期の粗利益率は 18.2% で市場予想の 18.8% を若干下回った。1年前の 25% からは大きく低下した。イーロン・マスク氏は販売台数のために収益性を犠牲にしても構わないと述べてきたが、その戦略は明らかに奏功している。4月から6月期の利益と売上高は市場予想を上回った。テスラはすでに4月から6月期の世界納車台数が過去最多の46万6140台に達したと発表している。また同社は、今後の状況が良くなるとも指摘。新型バッテリー生産拡大や新商品となるサイバートラックのほか、他の成長志向の大型プロジェクトに資金を注いでいる。マスク氏は、相当遠くない将来、車体のバリュエーションは大きく上がると考えており、生産拡大を重視し、利益率を犠牲にすることは合理的だと語った。だが、投資家は、
収益性低下に否定的な反応を示した。さらにマスク氏は工場設備更新のため7月から9月期の生産台数は若干減ると述べた。ニューヨーク時間午後6時19分時点で株価は 3.6% 安。4月から6月期の一部項目を除いた一株利益は91セント、市場予想は81セントだった。売上高は 47% 増の249億ドル、約3兆4800億円。市場予想は245ドル。こういった状況でした。そしてもう一つ気になるのが、こちら同じくブルームバーグの記事ですが、これは昨夜の記事です。テスラの充電規格、日産がアリアと将来の EV に採用へ。日産自動車は EV のアリアと将来の EV モデルにテスラの北米充電規格を採用することで同社と合意した。2024年からアリアで NAX 充電アダプターが使用できるようにする方針。2025年にはアメリカとカナダで NAX 対応の充電口を備えた EV を発売するという。NAX に将来の製品を対応させるとの発表は日本の自動車メーカーでは日産が初めて、こういった動きをしているようです。最後に去年の今です。去年の1週間後を振り返るセクションです。今年もまた同じことが起きるかもしれません。また上がるという確信じみた話ではありませんので、その点はご注意ください。本日は昨年の7月27日について振り返ります。この日は、英検科学が第一クォーターが経常 8% 増で上期計画を超過したことにより、前日比 8.2% の株価上昇。そして昭和電線ホールディングスが電線地中化での思惑買いで前日比 8.0% の株価上昇。三井ハイテックは自動車向け IC リードフレームが増産に転じるとの思惑買いで前日比 7.7% の株価上昇。タムロンは交換レンズが計画上回っての上方修正で前日比 6.4% の株価上昇。コーアは引き続き、これは前日からですけれども、業績、配当予想の引き上げを交換され、前日比 6.4% の株価上昇。そして新越ポリマーは大幅増益と10円の増配を発表したことにより、前日比 6.1% の株価上昇という状況でした。明日に向けた株式投資についてお伝えいたしました。高評価、チャンネル登録いただけるととても嬉しいです。よろしくお願いいたします。